かなり強い雨が降ってきて、ロンちゃんはパパが帰ってこないから階段のところでずっと待っていたので、お外の見えるところに体を支えながら待たせています。もう帰ってくると思うよパパね、待っててあげて。本当に大好きなんだよね。パパ来るかな、パパ来るかなって。雨だから散歩今日行けなかったね。ねえ、ねえ、まだ来ないよ、もうちょっと待ってよね。パピちゃんも見ています。うん、ママ押さえてる押さえてる。飛んだら怖いから、とここから飛んだらびっくりだよね。え、絶対やんないでね、ちゃんと押さえてます。パパちゃん、パパちゃん、パパちゃん早く帰ってきてピップをやってね。ピップ、ん、このボール邪魔だね。パパなかなか帰ってきませんね、2時だけど。そりゃ2時数ちょうどに帰ってこないぞ。もうやめた、やめるか。はい、じゃあ降ります。兄貴が見ていたからオイラも見ると、しつこく言ってきたので乗せたら、なんだか安定して外を見ています。でもね、危ないから押さえとかないと。パパなかなか帰ってこないね、雨で来る、道混んじゃったかもね。オイラ別にお父ちゃまのことを待ってませんよ。お外に興味があるでやん。でも雨の日は、あ、牛乳屋さんぶずぶ濡れでやんすな。みんな途中で雨に濡れちゃったでやん。今日はお母ちゃまは濡れなくて珍しくセーフだったでやんすな、雨女なのに。お母ちゃまね、少しね、最近腹筋できてきたの。あとは下っ腹の問題なんだよね。そんなことは何も聞いてねえでやんすよ。お父ちゃまが帰ってこねえと、兄貴がずっと泣きじゃくってるんで、早く帰ってきてくだせえよ。チャンネル登録よろしくでやんすよ。